アントニオ猪木。アントニオ猪木は2022年で78歳になりました。現在、猪木は病気と戦っています。猪木は2020年7月、自身のツイッターで、全身性アミロイドーシスという数万人に一人発症するという難病であることを告白しました。この病気は健康な人間の体内で重要な働きをしているタンパク質が、アミロイド繊維という異常な構造に凝集し、様々な臓器に沈着する疾病です。猪木は病気になった自分の姿を自身の YouTube チャンネルや NHK のドキュメンタリーで公開し大きな反響を呼びました。猪木は本当はこういう自分の姿を見せたくないけど、これも真実。強いアントニオ猪木だけじゃなくて、こんなに脆い、弱い猪木もいる。どのように感じるかは見た人に委ねるしかないが、そういう一人の人間として弱い面があってもいいかなと、と語りました。現在、猪木は自身の YouTube チャンネル最後の闘魂で近況を発信しています。坂口誠二。世界の表し坂口誠二は2022年80歳になりました。坂口はアントニオ猪木の後を継いで新日本プロレスの社長となり、猪木が作った借金を完済、藤波に社長職を譲り会長に退き、 CEO を経て現在は相談役を務めています。たまにメディアに登場し選手と対談するなど、現役で活躍する選手を温かく見守っています。長男の幸男は DDT に所属するプロレスラーで、次男の健二は厚生労働省指定の特定疾患にかかり治療に専念するため芸能界から姿を消しましたが、現在はコーヒー焙煎師として活躍、九十九里に焙煎所、東京と千葉に店舗を出すなど、順調に第二の人生を送っているようです。藤原義明。藤原義明は2022年で73歳になりました。藤原はまだ引退していません。2022年3月新日本プロレス旗揚げ記念日50周年記念試合6人タッグマッチに登場し、岡田和親、棚橋博士、藤波辰巳組と対戦し健在ぶりをアピールしました。藤原は2007年胃がんが見つかり、その後リンパ節への転移が見つかったのですが、見事に回復しプロレスに復帰しました。現在はトークイベントやミュージックビデオなどに出演しマイペースな活動をしています。佐山悟。初代タイガーマスクとして活躍した佐山悟は2022年誕生日を迎えると65歳になります。2015年3月あけぼのとのプロレスの試合の後、心臓の痛みを訴え4時間に及ぶカテーテル手術を受け、原因不明の狭心症と診断されました。手術してからは歩くのがやっとの状態が続いていましたが、徐々に状態が回復し、最近では杖なしで歩くこともあり、リハビリで一時よりもかなり回復していると報道されていました。1995年に聖剣道聖剣新影流という武道を立ち上げましたが、2022年新たな武道真言流槍術を立ち上げました。真言流槍術は天孫を守っていく武道であり、白洲思想へとつながるものとのことで、言葉の意味はよくわかりませんが、とにかくすごい武道のようです。佐山悟が長年の研究の末導き出した答えがこの真言流槍術であるとのことです。天才佐山悟はまだまだやりたいことがあるようです。藤波辰巳。藤波辰巳は2022年誕生日を迎えると69歳になります。藤波辰巳はまだ引退をしていません。生涯現役を歌っています。その昔、藤波はビッグバンベイダーとのシングルマッチでベイダーの攻撃を受けた時、腰から下に電気が走るような痛みを感じました。腰を痛めた藤波は手術をせず、整体や針などに通い回復を目指しました。痛みを和らげるために座薬を持ち歩き、試合前は常に座薬を使っていました。しかし2015年ついに全く足が動かなくなったため手術を受けます。手術は成功し、座薬も手放すほどに回復、以来試合に出場し続けています。藤波は言います。全盛期はとっくに過ぎてるけど、リングを降りる決心がつかない。プロレスが好きなんです。
本来は健康を壊すのがプロレスラーという仕事だけど、今は健康のためにプロレスをするという気持ちです。藤波辰爾はまだまだ前向きなようです。長州力、2022年誕生日を迎えると、長州力は71歳になります。長州は2019年6月に現役を引退しました。引退後始めたツイッターが話題になり、メディアで取り上げられました。その後テレビのバラエティなどに多数出演するようになり、自身の YouTube チャンネルも開設。 YouTube チャンネルの登録者は25万人を超え、そのキャラクターはたくさんの人に愛されています。木村健吾、木村健吾は2022年誕生日を迎えると69歳になります。現在はプロレスを引退し、品川区の区議会議員を務めています。2022年1月プロレスデビュー50周年記念トークショーを開催しましたが、杖をついて舞台に上がりました。木村は2015年に黄色靭帯骨化症という難病にかかり大手術をしていました。この病気は靭帯、筋肉が硬くなって神経が圧迫されるというもので、原因もわからないそうです。足が重くなって足を引きずって歩くようになるので、階段を歩くのが怖い時があると木村は語っています。50周年のトークショーにはアントニオ猪木や藤波辰爾、武藤圭司らがお祝いのコメントを寄せました。前田明、前田明は2022年63歳になりました。前田は引退後も格闘技イベントのスーパーバイザーや、自ら不良少年を集めた格闘技イベントを主催し、格闘技の世界に深く関わってきました。最近ではアウトサイダーに出場していた朝倉未来や朝倉海などが人気者になり、その師匠的な存在という立場で再び注目を集めたりもしましたが、少し残念なことが、出演した深夜のテレビ番組でセクハラ発言、差別発言をしたということで叩かれたのです。どういう発言だったかというと、番組は日本テレビ系の午前0時の森という深夜のバラエティスタジオに登場したグラドル5人について品評するというものでした。グラビア好きの前田が MC で出演したのですが、生理直前の一番胸が張ってる状態とか、生理終わったばっかでなどと語ったことや、お尻についての話になった時、例に出したホッテントットというアフリカ民族の別称が差別用語だと指摘されたのでした。これにより番組が謝罪する騒ぎとなり、いわゆる放送事故となったのです。しかしこれには前田さんを生放送で起用する時点で、こういうことは十分予想できていたはずでしょうにと前田を擁護する声もありました。そんなことがありながらも、前田明は自身の YouTube チャンネル前田明チャンネルで日々情報の発信を続けています。高田信彦は2022年で60歳になりました。高田はたまにテレビに出演したり、格闘技イベントライジンに登場したり、自身の YouTube チャンネルで情報を発信したりと活躍しています。高田は Twitter でも情報発信を行っていますが、左翼的なことをツイートすることが多く、叩かれることもよくあり、思想は前田とは真逆のようです。ジョージ高野、マスクマン、ザ・コブラとして活躍したジョージ高野は2022年で64歳になります。ジョージ高野の最も新しい情報では、2009年に福岡市にあるシステム開発会社の統括ジェネラルマネージャーに就任したという情報が出回っていますが、現在も同じ仕事を続けているのかは一切の情報がないため分かりません。新日本プロレスの歴史上最も素材が良く素質もあったのは間違いなくジョージ高野だと前田明にも絶賛された高野ですが、彼のプロレス人生は苦労の連続だったようです。ザ・コブラのマスクを脱いだ後、新日を辞めて SWS 崩壊後、自身で2度団体を立ち上げていますが、いずれもうまくいかずフリーのプロレスラーになりました。ジョージ高野の最後の試合は2018年4月藤波辰爾が作った無我から団体名を変更したドラディションの大会で、約16年ぶりにザコブラとして出場した試合でした。2022年8月13日ジョージ高野のトークショーがプロレスや格闘技関連グッズの販売を行っている東道館で行われるようです。このトークショーでは
藤原義明から伝授されたサブミッションの話や佐山聡の話など若手時代の裏話が聞けるようです。高野賢治、ジョージ高野の弟高野賢治は2022年、現在55歳です。ネット上を検索してみると一番新しい情報は2015年に YouTuber が SNS にアップした写真に高野賢治が写っていました。日本ではなくアメリカのカリフォルニアに住んでいるとのこと。事業家に転身しているとの情報があったのでアメリカの検索サイトで彼のことを調べてみましたが、残念ながら情報はありませんでした。身長2メートル、体重130キロの巨体は新日本プロレスも大きな期待をかけましたが、その才能は開花することがありませんでした。その後全日本プロレス SWS と渡り歩き、兄のジョージと共に PWC を旗揚げしましたが、うまくいかずプロレス界からフェードアウトし、2006年頃まで映画や V シネマに出演していました。その後はアメリカへ行きました。ヤクザの一員になっていましたが、トラブルを起こしアメリカに逃げたなどという書き込みがありますが、本当かどうかは分かりません。元気だといいですね。はい、ということでございまして、レスラーのその後と今についてでした。今日登場したレスラーの思い出やこんなことも知ってるよという情報をお持ちの方はガンガンコメント欄に書き込んでくださいね。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。